天王洲アイル駅は、東京都品川区東品川2丁目にある、東京モノレール、東京臨海高速鉄道の駅である、品川区最東端の駅。以下の2社に路線が乗り入れており、相互間の接続駅となっている。両線の駅の乗り換えには一旦駅の敷地外に出る、必要がある。2通りの乗り換えルートが案内されている。一つは、東京モノレール南口と、 臨海線 A 出口の間を移動するルートであり、道路横断を伴うものの移動距離は短い。もう一つは、東京モノレール、中央口と臨海線美出口の間で、地下通路と屋根付きの歩道橋スカイウォークを経由するルートであり、やや遠回りとなるものの雨天時でも濡れることなく移動できる。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。開業当時は、 浜松町寄りのみに改札口を有していたが、東京臨海高速鉄道臨海線の開業により、乗り換え駅となったのに伴い、羽田空港方面ホームの大井競馬場前寄りに、新たに南口改札口が設置された。南口が設置された当初は、浜松町方面のホームから利用するには、浜松町寄りにある中央口コンコースを、迂回しなければならなかったが、 その後2004年に、羽田空港よりに上下線ホームを階段及び、エレベーターで結ぶ連絡通路が設置されている。乗り場、案内状の乗り場番号は設定されていない。島式ホーム一面二線を有する地下駅で、ホームの東京テレポートよりは大きくカーブしている。当初、臨海線は、東京テレポート大崎間の一括開業を予定していたが、 当駅から大崎までの工事が大幅に遅れたため2001年3月31日に当駅まで先行開業をした。そのため2002年11月30日までは終着駅であり1番線を閉鎖し2番線のみを使用していた。柱に掲出されている駅名表の下には寺田倉庫本社前と表記されている。 乗り場各年度の1日平均乗降辞任の推移は以下の通り。各年度の1日平均乗車辞任の推移は以下の通りである。当駅が設置される前は雑多な倉庫が並ぶ地区だったが、三菱商事第一ホテル宇部工産による再開発事業シーフォートスクエアのオープンに伴い駅を設置することになった。東京モノレールの駅自体が JTB ビル内に設置されている。再開発完了後も周辺には倉庫などがあり、オフィスビルへの通勤客の他にも、周囲の倉庫や品川埠頭への倉庫、通関地区への通勤客も利用する。当駅の英語表記は、東京モノレール、臨海線ともに、天王図アイル、天王図アイルが混在して使用されているが、周辺の総合開発を行う天王図。 総合開発協議会における天王図アイルの公式英称はテナズアイルである。このため駅周辺の案内では当駅をテナズアイル STA と表記したものが複数存在している。出展、ありがとうございます。